バイスセナウ城は、スイスベルン州の基礎実地帯ウンター,ゼーエ園にあった、神聖ローマ帝国の帝国城祭。現在は城跡のみが残る。スイスの重要文化財に指定されている。城壁、バイスセナウ城が最初に、歴史上で言及されたのは1298年のことで、セイの城と呼ばれている。ローテンフルーやウンシュプネンの領主たちによって、建てられてから、 バイスセナウ断尺の放置となったか、あるいはバイスセナウ家によって、荘園の中に築かれたものであるかは、明らかでない。城は、トゥーン湖に注ぐアーレ川の河口にある島に建てられた。その後数世紀にはに、流路が泥で埋まり、その島は、岸と繋がった。マーケットタウンのビーデンが、城周辺から川をまたいで発展し、1362年には、城に渡る橋が架けられた。 1334年頃、バイスセナウ団尺は、他の在地領主たちと同盟して、兄弟になりつつあったベルン氏の勢力と争う、戦争になった。しかし領主同盟は敗北し、バイスセナウ団尺は、白ビーデンの支配権を、インターラー権修道院に売却して賠償金を支払わざるを得なかった。1365年、修道院は、 ビーデンの州一回の首と毎年の大市をアールミューレ、村に移した。市場を失ったビーデンは荒廃し、衰退していった。1528年、ベルン政府は宗教改革に加わって新教に改修し、ベルン高地にもそれを強制し始めた。修道院と所属村落は共同して新教に対抗したが敗れ、修道院は世俗化されて、所有地はベルン政府に接収された。 縮小したビーデン村とバイスセナウ城はベルン政府のインターラー県管理官の管轄下に置かれた。16世紀に城は牢獄として使用されており、その後は修理を施されず最終的に倒壊した。1655年と1700年に管理官は城を修復する計画を立てたが、共に実行されずに終わった。現在は城跡のみが残っている。 城の居住区と塔、建物の一部と城壁がある、展望台からの風景、ありがとうございます。